諦めないよ。全然勝てる気がしないよ。でも最終兵器があるから。そうだね。これはね。何気になる。ヒントは白い玉。発球？発球。白い玉を変化させます。白なんだけどね。うん、白い玉は色は一緒で硬さも一緒だし。何が違うの？あのちゃんとね打てるし。何大きさ？なんかそれは秘密でーす。じゅーちゃんは知ってんだ。知ってる。あ、なるほどね。うん、みんな目つぶって。なんかさ、目つぶって。え、それはやばいわ。手に置いて。行きます。目を開けてください。いや、もうこれは無理だよ。これは怖い。ラグビー型のボールです。これさ、パターの。そう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 。練習用じゃない？そう。これ超ね、家でいいパター練習になるんだって。すごい恥ずかしい。面白すぎでしょ今の。え、ちょっとむしろもうグリーン上だからやらせてほしい。あ、なるね。リサちゃんの姉かと。上から叩いてる。すごいさ、すっごい暴れてたよね。入れてきた。もうこれは勝ち目ないです。すげえわ。すごい。ちょっとちょっとちょっと。なんかやっぱ動きが違う。最後はみんなああなるの。ちょっと。マジ？あ、それも。怪しい。ちゃんとなんでなんで入んないの。おお、綺麗に転がった。綺麗に転がった。なんか2回言った今。おお、集中。ナイスイ。これぐらい選択もあればいいね。年末も今年もありがとうございました。ありがとうございました。最後はね、普通に今年を振り返りながら楽しくラウンドしましょう。はいはいはい、ね、かと思った。笑いすぎてお腹が痛いです。かわいそう。素晴らしい。バーディー5ポイントは変えずにいこうかな最後まで。あれ何番アイアンで打ったんですか。私7です。すごい、もっと9とか出てる。おお。みー、ダメな方。だなんか綺麗だね。綺麗。白です。バーディー取れない、あれじゃん。検証結果的には上手い人には何をやっても勝てないっていうことは分かりましたね。何でやってもダメだった。2人には勝てませんでした。
あーすいません、今度はぜひ普通の方で普通の方でお願いします。本当にね、初出場で初めてなのに結構ね、罠いっぱいあったのでね。結構用意したんだけどね、今回。いやー、なんか普段やらないことがすごい楽しかった。私たちもやらないでしょ。今回初めてさ、年末なんで、年末って特番とかあるじゃないですか。そういう感じでリンゴルフも特番にしようって言ったら特番感あった。こんな感じでね、いろいろ考えてみました。最後、バーディー。そうだな、はいよ、また、はい、おーナイスアウト、うまい、うまナイス、ナイス、本当バンカー良くなったね。あんなやばかったうまい、うまいよ、ナイス。めっちゃそのための5ポイントじゃないんだよ。ナイスバーディー。バーディーやられちゃった。流れ、おお、めっちゃ曲がったけど。ナイス、オッケー。よし。曲がるんかい。残念、残念。ボギー。9点で全員判定、差の開き方半端ないなんでなんでだ。最終ホールです。はーい、じゅんちゃん、さあ私だな、罰ゲーム。でもじゅんちゃん似合うと思う。何が、なんだろう、似合うOK。 皆様、リンゴルフをご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。年末年始もぜひリンゴルフ見ながら年を越してください。年を越してください。明けまして、あ、違うあ、違う、あ、違うか。おー、ナイス。明けおめ、明けましておめでとうございます。皆さん、来年の抱負などはありますか？ああ、来年の抱負？はい。まず安定した生活。ゴルフじゃないんだ。安定したスイングで来るかと思った。安定した生活ね。さすが違うね。生活ね。青木さんはやっぱ違うわ。やっぱゴルフはやっぱもうちょっと練習をね、したいなと思いますね。リオちゃんは？私はショートゲームかな、やっぱね。ないね。うん、ゴルフは面白いこと言わないんかい。普通じゃないかった、ね、真面目感じたよね。肩はもうちょっと、うん、近い、うん、いや、今日待ってて、うん、みほさんはなんか真面目なのしか出てこないいいでしょ、そうですね、ツアーに出たいです。おそこですかね、一番。そこはみんなで応援しますから、はい、リンゴルフ全員で、はい、全員で出た際にはもう頑張れって入れないと思うけど、そう、行く行く、うん、入れって言ってくれます、うんうん、言います。おにぎりとか作ってさ、そう、ね、いいですね、いいですね、行く、うんうん、欲しいな、それ。スライス音キワキワじゃないか、あめんだな、木のキワキワ、木のキワキワからの、おー、うまいよ。あれ、スライスかかってない。かかってる、かかってる、残る残る、ナイスショー、よかった、今日一じゃない、じゅんちゃん、よかったね、今、うん、あ、なんと、待って、
悲しい。めっちゃしょめっちゃ。うわぁ作ったすごい逃げた。いや、すごい逃げた。足りる砂。足りる砂足りた。一番重さ戻してね。よし、おいいじゃん、綺麗になった。よし、うわぁ、すごいよ。私だったらあっちだよ、もう完全に。もう池越え狙わない。狙えないよ。もうだって仮にその距離出たとしても狙わない。でも毎回そんな球打てないしさ、うん、さっきのポーちゃんみたいにダフっちゃう。私も。おー、ナイス。来た、来た、超えました。ドカーンって感じ。来年の抱負は、あ、そうだよ、ポーちゃんの関東ミッドアマの決勝でビリにならないことです。雨でもゴルフができるようになることです。ここでね、175。よし、純ちゃんが大好きな距離だよ。確かに。ここはね、行くよ。狙うの。もちろん。マジで。じゃあ、銀かな。じゃあ、ブロッコリーの、ブロッコリーの上。そうでしょ。意思弱くブロッコリーちょっと言われる。ブロッコリーの上行ったら来年いいことあるよ。そうだよね。よし、行ってくれ。頼む。おいしそう。判定したよ、純ちゃん。飛びすぎた。飛びすぎた。狙えたね。すごいじゃん。狙えたじゃん。狙えたと思う。うんうん。狙わなかったのは池があるから。そうね。なんか大丈夫って言うから。いや、まあ、不安になっちゃった。まあ言うこと聞いた方がいいかなと思って、やっぱりさ、上手な人の。おー、バーディーチャンス。ナイスオン。乗りました。いいです。おー、うまい。近いよ。あー、バスケ入っちゃった。うん、ナイス。まあ、ちょっと取りすぎた。めっちゃ切れたね。ナイス。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。最後は、はい、まっすぐ転がらないボールで。そうです。はい。まっすぐ転がりませんでした。ありがとうございました。という感じで今日以上。はい。18ホールになります。はい。オールセーフでした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。皆さんお疲れ様でした。総合結果を発表します。はい、美穂さん70ポイント、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。何のおめでとうだね。リサちゃん55ポイントおめでとうございます。まあ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 。純ちゃん45ポイント、うん、届かず。全然。さよさ心48ポイントでした。あ、ってことは私ができた。つまり純ちゃんには今日これでエンディングを迎えていただきます。はい、ちょっとエンディングを迎える前にちょっといくつかお知らせがあるので。ありがとうございます。今日使ったゼクシオ10 1月27日発売となります。ゼクシオ10、はい、かなり注目されている方も多いと思いますので、ぜひチェックしてみてください。ではエンディングに行きますか。はい、まず一旦開けてみます。一旦開けてみますね。なんかでも柔らかいよ。あ、やだー、なになんかすごい。何やだー、かっそういう。じゃーん。手伝う。すごい手伝う。だって
るの。せーの、じゃん。合ってるか分かんないけど、ジュンジージャ。ジュンジージャ。性別変わったの。そう、ジュンジージャ。はい、いきます。はい。はい、1年間ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、皆さんあの、はい、YouTube のチャンネル登録と、うん、高評価、それからコメントの方お待ちしております。お待ちしております。はい、お願いします。はい、来年もリンゴ肉バージョンアップして、はい、ニホさんもね来年バシバシ出てもらうので、いや普通のラウンドですよ。もうやんないですかこれ。ではまた来年。お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。